うちの犬が子猫拾いました。私はペリタス。私が拾った小さき者たちに名前がついた。マロニャー、キップニャー。はい、キップちゃん。こっちはマロタン。そうか、うまいかうまいか。あのボロ雑巾のようだった子猫が拾ってにゃー。こんな小綺麗になってネームプレートのついた食器で朝食を食べるなんて感慨深い。で、なぜ私のご飯まで食べているのだ。小さき者、ペリタン。ニャーたちはもう小さき者じゃないニャー。マロニャー、キップニャー。そういえばペリタンはまだ一回も名前を呼んでくれたことがないニャー。え、そうか。そうニャー。呼んで呼んで、名前を呼んで。まあ、用事があればその時に呼ぶよ。呼んでにゃー、呼んでにゃー、呼んでにゃー、呼んでにゃー。ねえ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 ってば、呼んでよ。キップにゃー、マロにゃー。ねえ、やけましい。呼ぶ時が来れば呼ぶって言ってるだろう。用もないのに呼んだりはしない。せっかく名前をもらっても、ペリタンに呼ばれなきゃ意味ないみゃ。悪かった。ただ、ちょっと照れくさかったのだ。ずっと小さき者と呼んでいたから。主に内緒でかくまっていた時は、こんな日が来るとは思ってもみなかったから。でも、もう家族なのだな。すまなかった、キップ、マロ。反応がない。寝てんのかい。まあいいか。これからずっと毎日毎日飽きることなく何度もその名を呼ぶのだから。